we were the first group to put that sticker on our records because that was the compromise. The record industry put a parental advisory sticker on the record. So if a parent was buying a record for Christmas, put it in, and they were like, what the hell? So Priority Records designed that parental advisory sticker. And then kids wouldn't buy your shit if it didn't have the sticker. It's like people was putting the sticker on clean records. That's, you know, hilarious. To give you one more chance to take back what you said about my mom, I'll kill you. Parental advisory, explicit content. Whoa. It's the hammer. He's real. Dudes, take my picture. Parental advisory, explicit content. Parental advisory, explicit content. Man, he's bullying cards. Parental advisory, explicit content. Parental advisory, explicit content.存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとか、みんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました、うんうん、すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのジライフであそこがあるから、あ、それからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイってんの。バイバーイ。わーすごい、めっちゃ美味しそうだね。ワインをさせていただいてもいいでしょうか。じゃあ乾杯しよう。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず、一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。突然のサプライズだけど、宿命を許してね、水星カールズ、まっすぐな私が私だし、あ、水星カールズ、あ、水星カールズ。朝日奈々美です。今日は鍋ころ坂を走り切りました。すごい急な坂だったので疲れましたけど楽しかったです。普段グラビアの活動がメインでお芝居も頑張っていきたいと思ってるので、ぜひ応援よろしくお願いします。グラビアをやらせていただいて、とっても歌手とグラビアという、楽しい毎日を過ごしています。私はですね、食べることが大好きで、特に麺類が好きなんですけども、そのパスタとかラーメンとかも食べてる動画をよく SNS に上げてますので、ぜひ皆さんご覧ください。そして美味しいお店とかあったらぜひコメントとかして教えてください。そして今日はですね、ヤングアニマルさんの撮影が終わりまして、初めてのヤングアニマルさんということで、すごい緊張したんですけども、これ赤いドレスだったりとか
可愛い水着をたくさん着ることができて、すごく楽しかったです。そして面白い優しいスタッフさんに囲まれまして、楽しい思い出になりました。ぜひ皆さん楽しんで見ていただければと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上、小室さやかでした。ありがとうございました。こんにちは、河村なつきです。ただいま全ての撮影が終わりました。本当に楽しい2日間で、1日半ぐらいの時間だったんですけど、たっぷりといい写真が撮れたと思います。皆さんにお届けできる日を私も楽しみにしてます。待っててください。バイバーイ。まあ、お話いただいた時に犯人役が僕とピエール滝だっていうので考えてるっていうのを聞いた時に、これはこの監督はふざけてるのかなってまず思うし、まあ何があっても監督のもうせいではあるなとは思ったんですけど、これで俺らって大丈夫なのかなって思いながらも、まあなんとか監督が形にしていただいたという感じですね。皆さんこんにちは。突然失礼します、ジョニシケイです。今回東京ハンダレッキーズの2人目の新人社員として働くことになりました。スポンサー企業様やファンはウィッキーズをなぜ応援したくなるのか、実際に現場に出向き、まだウィッキーズを知らない人やファンの方が知らない情報などを皆さんの愛となってお届けします。台本読んでなんか字だけじゃもっと難しいなって思ったので、絵に描いてもらう相関図を作っていろいろ考えると、なんか本当になんか世界ではいろんな偶然が同時に起こっているっていうのもそうだし、なんか伝えたいと思った時に言葉がぶわっと出てこないってことも、そういう複雑な過程を超えて、なんか誰か何かを愛せることにつながるんだなっていう、なんか意外と単純な答えにたどり着く話なのかなって思って、茜はなんかすごい謎な人だなと思って、すごいテンションが高いわけでもないし謎な人だなって思ったんですけど、イメージとしてはなんか昔からすごい大人びてるだというか背伸びをしていて、だからこそなんか今自分が背伸びをしてることになんか気づいてないのかな、癖になってるのかなっていうような人なのかなとか、でもこう自分の似てる部分があったりとか共通する部分というのを探しながら、これからもっとイメージを膨らませていきたいなって思ってます。マジが私まだ舞台3回目なので全然未熟なんですけど、なんか正直主演っていうことにプレッシャーとかもあるんですけど、それすらも楽しめるように周りの結構実力派の俳優さん女優さん方に助けていただきながら、なんか田中誠としての成長を見ていただける場でもあるのかなと思っております。なので、田中誠の計らいが最高だったって言ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。コンセプトは本当にもうタイトル通りそのまんまの私を大事にしていて、なんか NMB 卒業して女優さんになって女優さんらしくあらなきゃみたいな、いつまでもアイドル気分でいちゃいけないっていうのを思いすぎて、なんかツイッターとかも更新ができなかったんですよ。自撮り載せるのもなんかちょっとアイドルっぽいかなみたいなして。そういうなんかそういろんなそういうことにとらわれすぎていて、もっとなんかそのまんまの私でいいんじゃないかってなって、ファンの方もきっとそれを望んでくださってると思うし、もっとその私を大事にしようと思ってこの会社にして、中身のそのままの私がいい感じです。お気に入りのページがあった、はい、ありました。じゃーん、はい、あー急に水着なんですけどあのこの木に登ってる私のこの、 あの白ビン着、はい、ビキニというんですか、こちらの写真が一番私の中で好きですね。あの実際に私木に登ってこうあのアニメでも演じたあの獣フレンズのサーバルをこうちょっとあの感じさせるような写真をあの撮りたくって、
こういう感じで私も実際に木に登ってみました。水着で木に登ってるんですね。そうなんですよ、斬新ですよね私もちょっと思いました、今見て客観的にそうなんです。結構ね、スノーちょっと怖がってる私の顔がねそう感じられるんじゃないかなと思います。これがお気に入りです、私の。そうですね、私去年成人式だったので、今年もまたこうやって可愛いお着物が着れてすごく嬉しいです。あの、私ラッキーカラーが白だってあの勝手に思っているのですごく偶然だったんですけど嬉しかったです。お母さんがちっちゃい時からあの子のラッキーカラーは白だよって言われてて、まあそうなんだってあの今日まで信じてます。これからも信じてますでもあの芸能界に入るきっかけだったオーディションの最終日、あ、最終日だけじゃないな、オーディションずっと白着てました。今日が発売してから3日ぐらい経ったんですけど、あのまだ実感がないというか、あの雪の影響でまだみんなあのご自宅に届いてなかったりとか、本屋さんに置かれてなかったりとか、もういろいろあったので、あのちょっとなんていうんですか、まだ実感が湧いてないというか、早く皆さんに届けたいなっていう気持ちが今湧いてます。でも嬉しいです。ロケは広島県の尾道と、あと私の生まれ故郷の愛媛県に行きます。どうも、大場美奈です。この度大場美奈 YouTube を始めます。 YouTube を始めようと思ったきっかけはですね、あの思い出を残したいなと思いまして、こう楽しい思い出だったりを何度も見返したいなみたいな、アルバムを作りたいなみたいな、そんな気持ちでちょっと YouTube のチャンネルを作ることにしました。編集だったり撮影だったりとか全くやったことがないので、どんな感じになるかわからないんですけど、まあ楽しいアルバムを作るみたいな感じで、ゆるく楽しく YouTube をあの更新していけたらいいなと思っておりますので、ぜひ、ゆるく楽しんでもらえたらいいなと思っております。というわけで、これからどうぞよろしくお願いします。では更新お楽しみに。バイバーイ。アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、浅川奈々です。私はただいま DVD の撮影でグアムに来ております。いや、グアムのロケが実はこう見えて人生初だったんですけれども、もうすごく、なんだろう、お天気になかなか恵まれなかったりもしたんですけど、でも私が外に出ると晴れてくれるっていう本当ありがたい天候だったので、雨に降られることなく楽しく撮影させていただきました。ファーストの DVD と同じチームでやらせていただいているので、もう本当に心を許したスタッフの皆様と一緒にお仕事ができていて楽しいなというふうに思ってるんですけど、なんか私の感覚的には遊んでたら撮影が終わってたっていう感じなので、本当に今回の DVD は本当多分いつも以上に素の私がたくさん見れるんじゃないかなと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上、浅川奈々でした。グアムからお届けしました。バイバーイ。実際自分が使っていたレビューに取材していただいて、また自分がオーディションにたくさん応募していた時を思い出したりして、すごい初心にまさに戻ったような気がします。まだスタートして立てたか立ててないかぐらいなので、応援してくださる方にいい報告ができるように一生懸命頑張りたいと思います。ちゃんとデータ番号の皆さん、こんにちは、向井です。初めてのカレンダーを出します。今年1年は受験生ということで、受験勉強とあと芸能活動を始めたので、結構慌ただしかったのかなって思っています。これからもっと芸能活動積極的にできたらなと思っています。皆さん、こんにちは、朝日奈々美です。
今日はヤングマガジンさんの撮影で千葉に来てます。可愛いスタジオでテンションマックスです。じゃあねー頑張ってきます。ご設定を務めさせていただきます小南真由子です。2015年に初舞台を踏ませていただきまして、こうして30周年という記念すべき年に、また大好きな作品に、コセットとして戻ってこれたことに本当に嬉しく思います。精一杯頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回このミルク&ハニーというデジタル写真集を秋くらいに撮って、でちょっと寒いかなってちょっとマネージャーさんと話していたんですけど、撮影の当日めちゃくちゃ晴れてすっごい暖かくて、なんか外での撮影と中での撮影どっちもあったんですけど、本当にすごい晴れたおかげで窓もすごい大きかったので、すごいたくさん光が入ってとても心地いい撮影でした。で今回グラビアの撮影ってなると結構なんていうんですかね、知ってるカメラマンさんとか前回も一緒だったって方って結構いるんですけど、今回初めて喜びさんっていうカメラマンさんに撮影していただいたんですけれども、こう初めましてだったので私すごいいつも緊張しちゃうんですね、初めましてが。なのでなんか最初のぎこちなさというかそういうのも少しあったんですけど、まあ、だんだん楽しくなってきて、すごい皆様優しかったのですごい楽しい撮影になりました。今回はちょっと私のお気に入りの写真を何枚か選んだので紹介していきたいと思います。1枚目こちらです。これはちょっと黄緑色っていうんですかね、淡い色のランジェリーなのかな、なんですけど、なんか私結構桜子ちゃんは黒とか紺とかが似合うって言われることが多かったんですけど、私は結構淡い色もすごい好きで、パステルカラーが好きなので、ちょっとこの衣装を見た時にめっちゃ可愛いと思って、これ着たいってなって、そうなのでこの衣装がすごい好きなのと、この写真を選んだ理由がさっきもちょっと言ったんですけど、最初の方って私いつも緊張しちゃって、ちょっとこれ1着目だったんですけどぎこちなさが最初あったんですけど、なんか喜びさんがすごい連写をしてくれるんですね。で私がすごい連写しますねって話したら、いい瞬間を逃したくないからっておっしゃっていて、その会話をしているうちにちょっと和んでというか、ちょっと緊張がほどけた瞬間の写真がこちらです。2枚目がこちらです。これはレオタードなんですけど、私グラビアの撮影でというか人生で初めてレオタードを着て、なんかレオタードってちょっとなんていうんですかね、私のイメージはバレエとか新体操とか、なんか背の高くてなんか私にはあんま届かない着ないような衣装だなと思ってたんですけど、なんかここまでがっつりと鎖骨とか背中が出てる衣装ってやっぱりよりボディラインがすごい綺麗に見えますし、まあ、色も混んだっていうのもあるのでちょっとキュッと引き締まって見えるというのもあって、なんかいいかもと思って、すごい可愛いなと思って選びました。で私お気に入りすぎて、このレオタードの時のカットを1枚自分の SNS のトップ画にもさせていただいてます。それくらいお気に入りです。で3枚目がこちらです。これを選んだ理由は、まあ、すごい簡単に言うと表情が好きだからっていうだけなんですけど、なんかグラビアの撮影をするとどうしてもやっぱり体を綺麗に見せないといけないっていう意識が強すぎて、顔がこわばりがちというか力が入っちゃうっていうことが多いんですけど、その中でもこう特に寄って撮っていただくときは逆に体のことを意識せずに顔というかリラックスした表情とかいい写真を撮りたいっていう意識が強くなるので、なんかうまくでなんていうんですかね、寄ってもらうとすごいいい表情ができる気が自分はしていて、その時に喜びさんがあちょっとそのまま寄りたいって言ってちょっと近づいてきてくださって、ずっとこれもまた連写なんですけどしてくださって、私的にこの表情がすごい好きだなと思って選びました。私の目線の先にずっとシャインマスカットが置いてあったんですね。でも私撮影中はあんまり食べないっていう意識をしてたので、シャインマスカットがある、このカットが終わったら食べようってことを考えてましたハンターの目してましたね
他にも私の好きな写真があるので、ちょっとおまけでお見せしたいと思います。こちらです。これが一番最後の衣装だったんですけど、緊張感がほどけてきてちょっと楽しくなってきて、おしゃべりしながら撮っていったりもしてて、今日最後だと思ってちょっと楽しんじゃおうと思って、たまたまその辺にあった水鉄砲を拾って遊んだりしてて、どんどん撮影に来てる私というよりかは、なんか本当に単純に楽しんでる、リラックスしてる私、この今選んだカットがちょっと素の私に近い、この表情というか力の抜けた感じが私は好きだなと思って選びました。そうなんです、私約2年ぶりくらいにシュープレさんでまたお仕事をさせていただいたんですけど、髪の毛切ってもう半年くらい経つんですけど、このシュープレさんでのショートカットで出していただいたの初めてだったので、なんかロングもロングで好きだったんですけど、ショートにしたことによってより顔がはっきりと見えるというか、なんですかね、あとよく言われるのはちょっと大人っぽくなったように見えるとかも言ってもらえるので、なんかショートにして本当に良かったなって思います。なんかまた全然変わりますよね、ロングのグラビアとショートのグラビアって全然イメージも変わるので、ちょっとパッと明るくなったのかなって思います。逆にショートにして思ったのは、輪郭とか体とかも全部はっきりとしっかり見えるなっていうのもあって、ちょっと短い分なんかすごい明るくなったように、表情も明るくなったように見えるなって思いました。表情はめちゃくちゃ意識はします。なんかなるべく力が入らないようにとか、なるべく決めないようにというか、なるべく筋肉、顔の筋肉を殺すというかなんかリラックスした状態ってでもやっぱり難しいんですよ。そのカメラマンさんがこれぐらいの距離にいて、ヘアメイクさんも衣装さんも近くにいて、でこう人に、周りに人がいる状況ってどうしてもやっぱ緊張しちゃうし、なんか顔も私固まりがちなんですけど、そこをどんどん壊していこうと思って、でグラビアの仕事だとそういうのをすごいたくさん経験させてもらえるので、こんな至近距離に人がいてもなんかまるで人がいないかのような表情をできるようになりたいなっていうのをどんどん研究し続けています。なんかこの表紙もすごいちょっとおしゃれですよね。本当に海外の雑誌っぽい感じで、ポップな感じの表紙で、なんかまた今までとは違う私が見れる写真集なのかなって思います。いかがだったでしょうか。今回紹介した4枚の写真の他にも本当にたくさんいい写真が今回のミルク&ハニーにたくさん詰め込まれているので、ぜひチェックしてみてください。感想なども教えてください。じゃあね。初めてスペインに行って、もちろんずっと行ってみたかった国なんですけど、意外と知識もないものというか、本当に夢を抱いて、どういう場所なんだろう、どういう人がいるんだろうと思って、でいざ行ってみたら、すごくこう不思議と肌なじみがいいというか、そこにいる人も街もなんか時の流れ方とかもすごく心地が良くて、なんかそういうのに身を任せながら写真を撮ってもらえたんじゃないかなと思って、なんである意味今まで見せたことがないぐらい素の部分というか、そういう部分も見せられた写真だったのかなって思って、いろんな表情があるなと思いました。すごく現代的な部分と、あの昔からある建設物を大切にされてる部分と、なんかちょっとこう旧市街っぽい匂いは残ってるけど、発展してる部分はちゃんと発展してて、なんか夢の国、継ぎ話の国みたいなイメージが少しあった中で、やっぱり同じように時代が進んでるんだなみたいなことは感じました。私は2歳からもずっと日本で、特に福岡っていうある種あったかいんだけど少し
弊社的な田舎町ですらあって、その中の常識の中で十何年生きていたので、もちろん東京に来た時もその自分が今まで常識だと思ってたことの固定概念はどん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 いい意味で崩れていったし、スペインで出会った人たちも何だろう、本当に人が好きなのかな、なんかちゃんと心と心で話ができる人とか、今同じ空間を精一杯一緒に楽しもうねって思いだったりとか、なんかそういう思いに触れられて、また一つなんか自分の中でくすぶってた部分がほぐれたというか、日本に帰ってもこうやってスペインで覚えた思いとか教えてもらった気持ちとか温かさとか、また日本に行かせたらいいなって思います。私のファースト写真集なんです。私はですね、今まで一冊のみ写真集を出させていただいてるんですけれども、今ラジオにも出させていただいている、リリー・フランキーさんに撮っていただいた、写真集はこちらになります。タイトルはですね、リアルミーという写真集で、なんとですね、なんとなんとなんと全て、そうなんです、あのね、無修正というとね、あのいろいろな想像される方がいらっしゃると思うんですけれども、あの服は着ております。あのセクシーなショットはございますけれども、服は着ております。一応はい、そういう形の無修正となっております。無修正の意味としてはですね、全くデタッチとか手を加えていない写真を撮るときにシャッターをリリーさんが押したその時のままの写真がこちらに全て入っております。なので完全に無修正な写真集を今日なぜ持っているかと言いますとですね、皆さんこちらの写真集で着た衣装でクブを撮っていきたいと思います。ダラララッダラー、ねえ、撮りたかったんですよね、河村さん。ふんふん、撮りたかったって言うてます。ねえ、撮りたかったんだよね、ブースカー。女の人はある程度年齢が上がってる人の方が好きになるんですけど、ウイスキーに関してはどんどん舌がロリコン化していくんですよね。今単年引きの方が美味しいなと思いになってきますよ。6年とかね、8年とかせいぜい10年、これ人間に例えたらもうそこパグられますよね。あ、もう来年はですね、さらにちょっとパーソナルトレーナーさんもさらに回数増やして、ちょっと強化する予定です。はい、あの私 の体って結構筋肉がつきやすいらしくて、あの目指せばもっと大きくなれるよって言われたので、ちょっと頑張ってみようと思った。写真集っていわゆる満を持して出版させていただくものだと思ってたんです。なんか、ゲネライザー22歳っていう感じで出すのかなと思ってて、でもずっとおこがましくって思ってたんですけど、ファンの人がじゃあその満を持して出したものだけを見たいのかなって思うと、意外とそうじゃないかもしれないなって、まだすごく発展途上というか、まあ、弱い部分を出しつつ、どう感じるかは本当に皆さんの自由だと思うんですけど、私は今の私が出せるものを出し切ったと思って、多分10年後ぐらいにちょっと恥ずかしくなるでしょうね。でもそんな気持ちです。撮りたかったと言うてます。はい、ということでですね、本日は撮りたかったと言うてますので撮っていきたいと思います。今日ですね、ご紹介するのはこの写真集の中で着ている衣装を7パターンご紹介したいと思います。古いお酒飲みをします。これ銀座で飲んだら多分10万取られますよね。
い。そうですね。まあ、丸く外国人のお尻に近づけたら、まあ、メインとなるお部屋のメインとなるソファーの前目線が結構きついですかね、ソファーの どういう自分を見てもらえるか考えちゃうと、すごい自分に制限をかけちゃう癖が出ちゃう気もするので、スペインで生まれて気持ちとか初めて行く場所で初めて感じることとか、そういうものを大事にしたいなってそれだけでした。これはですね、北九州で撮影をした時に着ていた衣装なんです。実はこの衣装はですね、写真集を撮り始めて1着目に、撮影をする時に着ていた衣装なので、すごくねこの時いよいよ北九州、私の生まれですね、私の生まれと、そしてリリーさんのお生まれも北九州なので、北九州に来て、ここから無修正の写真集を撮るぞというね、すごくこの衣装を着てた時も、よし頑張るぞっていう感じで緊張していたのを覚えてます。でもこの衣装から私もすごくお気に入りだったので、1着目ですごくあのねテンションも高まって嬉しかったです。大好きな衣装です。まあだからもともとこのリベット側があって名前がグレンリベットになったんでしょうね。蒸留所はなんかこう好きな子の実家に行く感じがしますけど、やっぱ川と水源見るとやっぱこうね、実家のあの親御さんに挨拶してる感じがします。それからもうほんと9ヶ月以降にまさかまた番組が出てきたりとかで、またこうやって初めてのカレンダーをいただいて、なんかすごく自分だけの作品みたいなものとか、そういう機会に恵まれた一年だったなと思って、こうやってファンの皆さんとお会いできる機会もとても多かったので、そこがすごく嬉しいですね。大変ですよ。そりゃもう大変だけど、22歳の今しか撮れないものだし、結構命がけで本当に風が強くて、でもやっぱりあの場所でああいう風にたなびいて自分の意思が伝わるようにいろんな感情になるっていう一枚を私も撮りたかったので、あの瞬間なんかカモメがずっといて、私たちは勝手に見守ってくれてると信じてるんですけど、なんかずっとこう見ててくれたり待っててくれたりしてて、それに救われながら撮ってました。そこはすごい大変でした。でもお気に入りのカットではある。お気に入りですね、なんかいろんな気持ちになりました。なんかもちろん日本っていう場所に自分の家があって、自分の好きなことやって好きなものをなんか読んだりとか食べたりとか、それだけで一日が終わる中でスペインっていう国に行って、本当に高い高い山のもっともっと高い場所の崖のその中でも一番高い岩の上にいて、こういうところで素敵な衣装を着て次のメイクを残してもらって、みんなで同じものを作っている感じ。東京の高層マンションから見える、いわゆる東京の景色ちょっと苦手だったんですけど、なんかちょっとさ心が寂しくなるというか、ここで一人で戦ってるんだなって、一人じゃないのになんかそういう風になる気持ちなんじゃないので、その瞬間はなんか同じ高いところにいるのに、なんかもっともっと自分ならまだやれると思えるような、そ
すごく大きな気持ちにさせてくれるんでしょうか。ということで、こちらはミニのミニのワンピースです。でね、これ実際に本当にこうやって踊るシーンがあったんですよ。こんな感じで、そうで、これはですね、私がもともとクラシックバレエを習っていたので、私のクラシックバレエを踊るシーンを写真集の中にも見たいというふうに皆さんに言っていただきまして、その踊るシーンの時のこちら衣装になります。これもね、本当に可愛いんですよ。パフスリーブになっていて、こうなかなか私着ない柄だったんですけど、リリーさんが選ぶ衣装って本当にすごいんですよ。で、ちなみになんですけど、今衣装の話が出ましたけど、この写真集の衣装はですね、実はなんと全てリリーさんに決めていただいてます。衣装を買いに行くときも、あの何人かでリリーさんと一緒に私も行って普通に買い物をしましたで、その時に私が実際に、え、これ可愛いですねって言ってて、あ、これいいじゃん、なっちゃんってなって、あの実際にこの衣装をその場で試着して、じゃあこれ衣装にしようっていうことになったんですけど、そうなんですよ、本当に今も大好きな洋服です。はい、そしてね、なんで私が今衣装持ってるのって思ってるでしょ。そうなんですよ、リリーさんがこれまた優しくてですね、普通だったら撮影の時ってこう衣装さんがいらっしゃって、あのその方から衣装を借りたりとかすることがまあ多いと思うんですけど、今回はですね、衣装をあの全てリリーさんに選んでいただいて、購入だったりレンタルしていただいたので、購入したものをですね、なんと私にプレゼントしてくださったんですよ。こんなこと普通だったら本当にありえないので、あのすごくね本来だったらこういう撮影で着たものっていうのは私物のもの以外とかね、例えば撮影の時にプレゼントでいただくこともあると思うんですけど、なかなかこうやってご紹介できたりとか、私生活でも着れることないので、思い出も詰まっているお洋服をいただけてとっても嬉しいです。はい、すごいお気に入りの一服でしたの。では次に、おいしゅう、あ、ダメだこれ。今差し歯取れそうなんですよ。いや、無理。無理。硬っ。米よりも。うん、硬いですね。なんか原料に触れるとなんか複雑な気持ちですね。こういう素朴なものから、ああいうものが出てくる。いや、でもさっき、聞いてたんですけど、こんな世界中どこでも作れるものでスコットランドだけはこれをね、ウイスキーにして、なんかやっぱスコットランドに来るといろんなものがちょっと愛おしいですよ。ブルージョンミルクでなんか実家に来た感じですし、こういうなんかこんな、だって素朴なもんからね、あんな複雑なものが出て大人が騒いでるっていう、愛おしいですね。今年はちょっと季節的に厳しいんですけど、2022年は暖かくなったらスカイダイビングに挑戦したくて、スカイダイビングかな、はい、ですね、なぜかというと、まず空を飛んでいる感覚、シンプルを味わってみたいのと、あんな上空からあって降りる度胸がついたら、なんでこの先できるんじゃないかと思って、そういう度胸をつけるためにもちょっと絶対に挑戦したいと思って、はい、感想はちょっとこう入れてシャッってやるんですよ。ちょっと怖かったですけどね、私みんなが。でもなんかこういいですね、女性の人がこう大きな口開けてこう垂れてシャッってやったような感じがエルちゃんは何本くらい撮った？お腹いっぱいになったの。じゃーん、何着目はこちらです。コートですね。こちらがね、ちょっと実は中のインナーとパンツが色味は一緒なんですけど、本当はね、タートルネックだったりとかちょっと違うものになっちゃって申し訳ないんですけど、こちらのコートすごく可愛い、こちらもあの一緒に購入させていただいたんですけど、北九州の若戸大橋っていう橋で、着用していた衣装です。でね、こう風がすごいあの吹いてたんだけど、髪の毛がこう風にかかってバーって顔にかかっ
かって、でそのシーンもね、大型大橋にこう船がね出てるんですよ。そこに乗りながら今までは撮ったことがないような写真を撮っていただきました。そのね写真もすごくお気に入りなので、ぜひ皆さんよかったら見てみてください。はい、それではお次に行きましょう。ウイスキーのことをいろいろ言うおじさんって本当のおじさんに見えるのって何ですか？なんですかね。そしてワインのことを詳しく女性に喋るおじさんってなんか粋なおじさんに見られがちじゃないですか。あのワインがものすごく優遇されてる気がするんですよ。あとね、ワインとかシャンパン好きな人って競馬も好きなんですよ。あのね、馬とブドウの趣味にできるんですよね。ウイスキーって言い訳が聞かないですよ。麦は毎年大体同じ麦ですから。でもほら、ブドウとか馬のせいにするっていうことがやっぱり一つのなんかこう飲みの中のね、責任の所在を持たないっていう、もうウイスキーは明快にもうね、あの時蒸留機変えたなとか、マッシュタン入れ替えたな、あのブレンダーいなくなったなって、もう明快に人じゃないですか。だからやっぱ男の人ってやっぱその人に惚れる習性があるじゃないですか。だからなんかこうね、ウイスキーとか楽器とかね、必要以上に集めたがるっていう。私はずっと長年モデルをやっていて、俳優の仕事もちょこちょこしていただいてるんですけど、やっぱりその俳優というか女優のキャリアを積むことが目標なので、2002年は3年くらいなんですね。いまだにロスですね。ピンといったかわいいっていう、すごいんですよ。ちゃんと目を合わせてじーっと見て、この人危険じゃないかな、何考えてるだろう、お互い転職でよよろしくねっていう気持ちになれたりとか、それが本当にそういう風に伝わってるかはわからないけど、それでこうお互い信頼し合って生まれたこと、すっごい素敵だったし、純度の高い時間だったと思うし、あのエラちゃんってアリ一匹も殺さないっていう主義だったと思うんですよ。撮影中もね、近づいてくるアリを殺したの誰っつってなんか違う、ムラももうなんか変なところばっか出てくるな。一昨年ぐらいにアリ主観の小説とかを書いたりしてたんですよ、短編で自分で。別に世に出してはないですけど、アリが人間のクロックスに迷い込んでわーってなってるみたいな小説を書いたりとかしてたので、なんかこう簡単に潰せないっていうか、ね、もし家でこうカーとかハエとか入ってきたら、もうそれはどうする、カワーフッと捕まえなかった、外に逃がす。カーツブサハイヨンって丸く持つのが得意なんです。苦手なのか、逆に蜂刺されたことある、分かり合えない。目がでかすぎちゃって蜂の蜂が何考えてるか分かんないじゃないですか、あれ全部目で。そうですね、なんかごめんみたいな何も組んであげられなくてごめんなさい。で前ツイッターで蜂と仲良くなってる人のアカウントを見たんですよ、スズメバチを飼ってて、すごい懐いてて、ちょっと悔しかったすっごい悔しかった、分かり合えんじゃんと思って。好きな男性のタイプは浮気しない人。うん、まず浮気されないにこうしたことないじゃないですか、っていう女の子のエゴも含めて浮気しない人っていうのをまず大前提に聞かせてほしいっていう乙女心で。あとは何だろうな、あんまり好きな人がすごく好き、一途なんで、それがしんどいってならない人がいい。男性のどんなところにキュンとくる、喋ってる時警戒を置いてくれたりとか、ちっちゃいことだと思うんですけど、あ、キュンっていうか、あ、ありがとうって思う、なんかごめんね。でもそういうの
すごい幸せになるの、うん、キュンキュンすることって何なの、無邪気なのかな、そんな無邪気にはなるみたいな可愛いなみたいな、そう、なんか楽しそうだったらキュンキュンしちゃうかも、うん、楽しいのってなっちゃう。ライトですごいキラリンってなってて、あの怪しいんですけれども、そうなんですよ、これね、メガネをかけて、わかりますか、あ、どうしたらいいの、どうしたらいいのかな、あ、どこから来てんのこのライト、ダメですね、まあいいや、こちらですね、メガネをかけてる写真っていうのも、まあ、なんか撮影したことがなかったんですけど、またこのコートとですね、こちらは東京で撮影したんですけど、まあね、ちょっとこちらも雰囲気がなんかモダンっぽいっていうか、あの大人っぽい感じで、しかもこうメガネをかけてね、都会で撮影をするっていう写真集の中でもかなりね表情がたくさんあるんですよ、セクシーもあればクールもあるし、まあ、キュートもあるしっていうね、私は結構いつもはキュートキュートキュートって見せたいみたいな感じなので、もうね本当にキュートの押し付けはやめようっていうことになりましていろんな表情をね本当に撮っていただいたので、こちらのコートもそんな1枚だったのかなと思います。このメガネもねいただきました、撮影用に購入して、すごいね形が可愛いです。前のロイヤルウェディングさっき話したんですけど、マッカランの、ね、チャールズの生まれ年とダイアナの61と54だったかな、ま、バレットですか、バレットですか、これ箱なしで40万でした。でもなんかこの値段からするとチャールズ関係なくでもこれチャールズがセレクトしたって言ってましたか、ね、じゃないか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 って感じですね。自分が殻を破ったらどういう格好するんだろう、なんか日々女優っぽくありたいな、じゃあこういう聖書の服装しなきゃいけないのかな、そう思ってる心と逆の動きをしてる心の中で、またこういう服も着てみたいな、でも派手だと思われちゃう。は北九州で撮影しました、平尾台という場所で撮影したんですけど、実際の写真がこちらです。もうすっごい綺麗でしょ、本当にね、ぜひお近くの方は行っていただきたい、いやお近くではなくても行っていただきたい、すごく綺麗な、場所でですね、もう本当に広大なんですよ。私がちょうど撮影をしていた時期が、秋終わりぐらいの時期だったので、すごく綺麗な景色でした。そしてこちら今ウエストマークのつけてるんですけど、写真集の時はねさっきみたいにこうやって撮って前を全部開いてですね、まあ、明日はちょっとセクシーみたいな感じで、撮影をしておりましたそうなんですよ。なのでこれね結構2パターンで着れてすごく可愛いですね。ベルトしてなくても可愛いもんね、ラインが。そうなんです。でこれ開いてて羽織として着てもすごく可愛いので、こちらも愛用しています。はい、こちら H&M さんで、購入をしていただきました。はい、それでは残すところあと2着ですね。2着すごいですよ、期待していてください。それでは次の衣装にどんどんどどどんどどどどどん、皆さんこんにちは、おさえかです。なんと私は今台湾に来ています。私のファースト写真集が出るからです。私の目標だった写真集を、今回出すことになりました。それで今日は今回台湾に来ております。皆さんに楽しんでもらえるような素敵な写真集になるように頑張りますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。バイバーイ。やったー。 I didn't mean to make you sayYou
whatever it is you desire. I wanna give my baby. I wanna feel your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just you, girl. Baby, just come
whatever it is you desire. I wanna give my baby. I wanna feel your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just
warrior. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. Flip you, girl, from left to right. If you don't mind, if you don't mind. My baby, I wanna feel
your body yearns. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. You girl, from left to right. If you don't mind. Give my baby. I wanna feel.
your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. Flip you, girl, from left to right. If you don't mind, if you don't mind. Give my baby. I wanna feel.
your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. With you, girl, from left to right. If you don't mind, if you don't mind, my baby. I wanna feel
your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss. 48 の大場美奈です。今回私自身とっても久しぶりのグラビア撮影をしました。このためにちょっと体も絞ってダイエットしたりとかして気合十分で歩きました。これが発売されている頃には26歳になっております。今撮影は25歳の私でやっておりますが、26歳に向けて大人っぽい私がちょっと映し出されてるんじゃないかなと思います。皆さんぜひたくさん見てください。よろしくお願いします。You know what I'm talking about, baby. I never meant to hurt you. I never wanted to see you cry. So I'm right here now, baby. I'm asking you. I'm begging you. Just give me one more chance, baby. Baby, won't you make me just kiss me? が終わりました。終わりました。はい。私たち3人でケーキ使ってね、可愛い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 で撮影をしました。なんかあざといことしてましたね。結構あざといことしてた。ぜひね紙面でね、はい、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。可愛い水車と楽しんでください。頑張ります。頑張ります。これからもこれからもこれからも頑張ります。頑張ります。頑張ります。紙質で私たちは撮影させていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。紙質なんてあるんですこんなリアルな紙質で撮影する機会も二度とないですか。ないと思います。本当に多分使ってるところですね。ね、なんかバルーン使って、うん、どうでした。あのラムさんとツーショット撮影初めてだったんですけど、確かに初めてでラムさんの頭がここにずっとある状況ってなんかすごいなって思って。私もツインでこう腕枕するの初めてだったんです確かにちょっといろいろね、はい、新鮮だったんですけど、ぜひして、はい、皆さん楽しんでください。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。サイバージャパンダンサーズです。ちゆきです。はるかです。みやんです。はい、私たちはあのこのシチュエーションで今回撮影させていただきました、スパさん35周年おめでとうございます。ぜひ見てください。とまるさやかです。とまるあかりです。
泊まる姉妹です。撮影終わりました。今日はあの編集長のデスクでなんと撮影しました。いかがでしたか？なんかドキドキしました。編集長の机で皆さん見てね。見てね。バイバイ。Give my baby.
wanna feel your body yearn. All your softest spots I plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. Flip you, girl, from left to right. If you don't mind, if you don't mind. Give my baby.
to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. With you, girl, from left to right. If you don't mind. All your softest spots,
plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down? Let me kiss you down, baby. I'll make you spin around and round. I'll make you spin around and round. You girl from left to right. If you're not mine. All your softest spots.
plan to learn. Baby, won't you let me just kiss you down. ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。リリー・フランキーです。今年の GQ メンオブザイヤーに選ばれました。本当にもう素直にこの賞をいただけると嬉しいですね。是枝さんと一緒に撮れたということも、何かまた映画が認められたということで嬉しいことです。本当他の受賞者の方々も本当に尊敬している方々なので、すごく光栄だなという気持ちでいっぱいです。本当今年は大変な1年だったなというか、すごくいいこととすごく不幸なことが立て続けに起きるという、いろいろものを考えたり、そう考えなければいけない1年だったのかなと思います。来年は本当になんかまあ穏やかに暮らしたいっていうのがありますけど、今年1年すごい考えることが多かったので、今までなんか生活みたいなものと暮らしみたいなものもなくていいと思うんですけど、そういうこともちゃんと考えたいなと思います。すごいびっくりしましたし、本当に西田さんの舞台に出られるっていう嬉しさでいっぱいでした。そうです、オーディションで初めてお会いした時、真ん中にいらっしゃって、なんかオーラがすごかったんですよ。すごい偉い方なんだろうなっていうオーラがすごくて、なんですけどすごいこの作品をすごい愛してらっしゃって、いいもの作りたいっていう愛がすごい伝わってきたんで、すごい一緒にお仕事したいなって思いましたし、すごいなって素直に思いました。でもすごい優しい方で、あったかい方です。はい西田さんがおっしゃってたのは、女子に好かれる女子っていう言ってたんで、すごいかっこよくもあり明るくもあり、なんですごい美味しい役だなっていう思いました。まあ普段の自分とちょっと離れてるんで、ちょっと男っぽくじゃないですけど男性っぽく生きようかなっていうのを思います。でちょっと明るいんで、ポジティブに日頃からっていうのを意識し始めてます。今までやらせていただいた役も結構暗い役が多かったんで、なんで、はい、初めてって感じです。すごい当たり前なんですけど、皆さんお芝居お上手で、すごいドキドキしました。なんか心臓がバクバクしてながらちょっとお芝居やったの覚えてます。皆さんでも優しくて、いっぱいお勉強させていただくことが多いんだろうなっていうふうに思ってるんで、ありがたいです、すごく。シエル役の小室さやかです。今回すごいかっこよくて明るくて素晴らしい役をやらせていただいているので、皆さんぜひ、劇場にお越しください。お待ちしております。朝日奈々美です。本日撮影終わりました。今日はちょっといつもとは違う初めての雰囲気での撮影でした。結構髪型とかもオールバックでモードになっているので、ちょっと初めての朝日奈々美のイメージなんて言うんだ初めての新しい一面が見れると思います。見てほしいです。お願いします。イサミアーチIt's just the beginning para sa magkapatid. Ibig sabihin kaya nun, dapat gamitin natin ang mga to? Game! Ultraman Rosso! Flame! Ultraman Blue! Aqua! Paparating na ang tagapagtanggol ng Earth. Ultraman RB. This September 17 sa GTV Kitty Authority. Get ready to celebrate Mother's Day weekend with Jagged Edge. Be back with my baby. Jagged Edge. And Genuine. Genuine. Live Friday, May 6th, Arena Theater, Jagged Edge. And Genuine. Friday, May 6th, Arena Theater. Get tickets at Arena Theater Box Office and Ticketmaster.com. Presented by Young Fly Entertainment.
マキアージュ、この薄さ、おしろいのイメージが変わる。ファンデキューにカバーしながらふんわり透明感誕生。マキアージュのおしろい、マキアージュ。運命のブラウンに限定デコカラーパレットが登場。目を自然に大きく見せるブラウンと引き付けるデコカラー。私の目元に甘いデコ、運命のブラウンデコカラーパレット。マキアージュ、マキアージュの崩れ防止下地にトーンアップタイプが登場。トーンアップでくすみ色ムラを補正して、私は明るい透明感まで崩さない。崩れ防止下地トーンアップタイプ。マキアージュ高密着ジェリーコンパクト、ポンポンのせるだけでピタッと艶やかにカバー。これが私のまるで綺麗な素肌。マキアージュの高密着ジェリーコンパクト。みんなの願いを乗せて、今年もクリスマスがやってきます。大切な人のことを思う大切な日。山崎のクリスマスケーキ、ご予約お待ちしております。ショッピングモールでよく見るこのブランドってなんて読むの？アイマーフィール？アイメイフィール？正解はエメフィールです。下着で全ての女性をハッピーにするトレンド感あふれるランジェリーがいっぱい。お得なセールも実施中。Welcome to a celebration of 25 consecutive years of soul music on television. From the Los Angeles Shrine Auditorium, it's the Soul Train 25th Anniversary Hall of Fame Special. With guest stars Debbie Allen, Tisha Campbell, George Duke, Al Green, Jasmine Guy, MC Hammer, Whitney Houston, Michael Jackson, Patti LaBelle, Rosie Perez, Diana Ross, Sinbad, Robert Townsend, Phoebe Wyman, Still Withers, and Stevie Wonder. Ladies and gentlemen, the host of the Soul Train 25th Anniversary Hall of Fame Special, a comedian and actor, a gifted TV and film producer, and for more than 5 years, late night television's leading innovator as the star and executive producer of the Arsenio Hall Show. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Arsenio Hall. Thank you all very much. Thanks. See. Welcome to the show. Thank you very much. Gee whiz. What's up, my brother? Thank you. Boy, welcome to the show. Yes. Let me start by saying you all heard Rocksteady. Now,
Aretha's not here, but she's a Hall of Famer. Give her some love. I know she's watching. That was the jam. Yes. Yes. Boy. And Rosie Perez choreographed everything you just saw. Girl's bad. And fine. Oh, my. I know you all are wondering what brought me out of my hole. I figure if OJ could get off, I could get back on TV. You know, I'm like, let's make the impossible possible. Boy, forget OJ though, I'm tired of it all. Let's talk about Johnny Cochran. Is that brother bad or what? I mean, I know everybody mad at him, but Johnny Cochran is talented. He's a talented man. Everybody was mad at him because they said he wore a cross and his closing argument was like he was preaching or something. Hey, he won. But he was preaching. Johnny brought it. If it don't fit, you must have quit. I said, if it don't fit, you must have quit. Yes, they tell me O.J. Simpson wore a disguise, but I'm here to tell you, they say he wore a knit cap, a cap made of wool. Oh, lamb, but Lord, oh, Lord. Y'all don't hear me up there. I say, Lord, oh, Lord. A cap is no disguise. We've been together for more than a year. You know me. My name is Johnny. Johnny Cochran. Yeah. And let me tell you. I said, let me tell you. A knit cap is no disguise. I can put a knit cap on my head. Who am I? I say, who am I? I'm still Johnny Cochran. I can't fool you. And look at OJ sitting over there. I know you've noticed he has a very large head. Yes, it does. With a head that size, a knit cap is no disguise. Y'all don't hear me. I say, Marsha, Marsha. I say, Marsha, Marsha. I don't know what you come to do, but I come to save his name. Yes, I did. Everybody should just went off. I come to save his name. Let me save his name. Oh. Yes. Yeah, ain't nothing wrong with church. And ain't nothing wrong with preaching. Yes, indeed. He's a wonderful lawyer. I mean, as the people, we need a lawyer like that, because we the people. Johnny, he's like the Michael Jordan of law. Marsha and them just got out-lawyered. You know, I mean, we had a bad police department, bad, you know, research and all that kind of stuff, but she got out-lawyered because Johnny was like, don't jump. See? yeah. Yes, indeed. It's good to see y'all. I missed y'all. Thank you. I hope y'all miss me. Gee, well, thank you. Thank you. God is good. In the house with y'all. God is good. Million Man March, beautiful event. Beautiful event. Yes. To all my brothers, remember the message. Take it home. Let's take care of each other. Let's love each other. Let's get it right. Let's get it right. It wasn't just a one-day march. They said it was 400,000. I know it was a million. Stevie said he saw a million. I know it was a million. Stevie said it was a million. I love at the end when people were taking their pledges. That was kind of funny. Because there was a brother with dreads. And he was, you know, I say your name. And, he went through the whole thing. And when the minister got to that part about you will do no drugs of any kind, brother looked like he had a joint. Brother had dreads. He was like, y'all ready to get this puppy on the road? We got something for you. We got everything you could possibly want here tonight. And we're going to be bobbing and lobbing the funk for the next 2 hours. So get ready for it. I'm going to take a quick break, okay? And I'll be right back with one of the most incredible artists we have ever known.
You know who it is, right? I'll let you guess. We'll be right back with the Soul Train 25th anniversary. Thanks for coming. Please welcome Quest artist Tevin Campbell. Put your hands together for who? Self! We're so sorry. We never really meant to hurt you. No, we really didn't. So why don't you just sit down for just a moment and allow us to sing this song just for you. It goes a little something like this. If you don't mind, if you don't.
There will be no more games, there will play.
Here tonight to perform one of those hits. What's it called? Can You Stand the Rain? It's New Edition! Possible. Tell me, can you ever restore? I'll be right there.
The new edition! Boy, let's gather up over here. Why don't you introduce yourselves starting from over there? My name is JG. I'm Ricky Bell, better known as Slick. Ron DeVoe, better known as just plain old Ron, I guess. Mike Bivens, better known as The Biv. The Biv. And last but not least, Ralph Tresvant, known as Riz. Yeah, I think we do need him. We need him. Little beatbox for me. Hold up, man. Save it for later. Come on, man. We'll do that later on. Okay, do that later. Okay. I just had to hear a little bit of it to warm them up for later, you know? Okay. How about here? Give me my. What's up, Mike? There you go. You guys are the best. How's everything going? Great. Real good. That's very good. We didn't win a Grammy, but it's going great. It's okay. Quite all right with us, because we still gonna keep going. You know what I'm saying? We got a very, very successful tour. We grossing over $14 million, so we make somebody grab you outside, man. Look, it's 1,000 people outside, man. Wait, oh, man, it's the much? First time we ever made that kind of money. No, I said we gross. Uncle Sam took half of it. Okay, so y'all gonna come back and do something else for us later? What are you doing later? Ladies, we want to do something real quick, something real special from the heart of the Indy family. Curtis, somebody, bring us this present we got for our boy. Where they at? Somebody, come on out. Hurry. From behind the corner. Hurry up. Here is Curtis. Here you go. Here you go. Oh, yes. You got to take it. Yes. Yeah. Button it up. Button it up right here. The next edition, y'all. Ladies and gentlemen in the audience, in our viewing audience, this is the man that makes all of our clothes, Mr. Curtis Gibson. Yeah, but he did something special for Arsenio. And this is from... We'll be right back. Is the number one album in the country. Here performing from that album, Roni, is Mr. Bobby Brown. The truth about Roni,
She's a sweet old girl, about the sweetest little girl in the whole wide world. She makes the toughest homeboy fall deep in love. Said once you had a Roni, you will never give her up. She's a special kind of girl that makes a daddy feel proud. You know the kind of girl that stands out in crowds. Cloud and Cinderoni, and the Roni is so right. I think I'm gonna love her for the rest of my life. About your whole career is that everybody said you were a fool when you left the group. Yeah. And I'm sure you heard it. Heard it. And now you're still opening for them, but they know that you're number one. Thank you. But it's not necessarily a fact of that I'm number one. It's the fact that, you know, I'm out here doing something positive for my career. I heard that. Positive for my life, period. Word. Positive for people, period. Because, you know, I think a lot of people out there, they know they can do what they want to do, but then again, there's a lot of people out there that wants to hold them back. Yeah. So if you just keep on striving, it shows what can happen. You're the Rocky of R&B. Hey, boom, 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 boom. Tyson. Knockout. Let me ask you a question. You were in Ohio, and you did some of that, and something happened. What happened? Well, I was arrested. In fact, that was the song I was doing. I was arrested for lunacy, I think. Yeah. You know, yeah. Well, in Ohio, you can't move your hips. Well, like it that. Was actually Georgia. Oh, it was Georgia. Yes. Oh. It wasn't nowhere near Cleveland. Oh, thank goodness. I got family for Cleveland. And you rocked them in Cleveland. Yeah. No problem. Good. What are you telling? Good. I was kind of embarrassed. Wait a minute. I got a gift for Arsenio. I got, in fact, can I? Oh, yeah. Yeah, you got a gift for me. We got time. Arsenio, you cannot lose these. First of all, now see this. I don't want, when I leave, right, uh-huh. I don't want you to just like my boys gave you a jacket and 5 minutes later you took it off, threw it somewhere else. I sold it in with Vegas. This, with this, please have it in the back or somewhere. Put this up. This looks great right here, doesn't it? Yeah. Perfect. Actually, what I do is I'll take this home, and if this is in my house, I'll probably have a lot of Ronies stopping by. Bobby Brown, thank you, man. Give it up for my man. Let's go.
Seriously, I mean, it's not like it's brain surgery or open heart. I mean, it's just singing. You're having fun. I'm going to do a song for you right about now. Very pretty song. A tune. I'd like to do this song for all of the ladies in the house. Thank you.
'Cause I got an attitude. Oh, yeah.
can feel it when I hold you in my arms. Feeling it not the same. Oh, no. Can I be the one to blame? Feel the same. I don't wanna lose your love. Baby, let's take it nice and slow. My vision needs to keep in mind, yeah. Don't want this to be the last time. Ooh. We make sweet love, baby. See, I know you feel it too. It's bigger than the both of us. Yes, there's one thing I'm so certain of. See, I don't want to lose your love. I don't want to lose you. See, I don't wanna see what anybody buy. I don't wanna lose ya. It's always the little bitty thing there. See, I remember and I just can't let it slip away. So long and sometimes I don't wanna lose you. Yeah. My heart is broken so many times. I don't wanna lose see, you. I can't let you slip away. Don't say goodbye, say goodbye.